これはすごく難しい質問だと思います、うん、実は将来的に考え、うん、考えあまり考えていませんが、うん、なんか今回のインターンシッププログラムの後、うん、大学を卒業して、うん、就職して真面目に仕事をしながら、うん、日本に行くチャンスを探し続けると思います。そうか、はい、今から20年後だとリーさん大体40歳ぐらいだよね、はい、確か、はいはい、40歳までには日本に来れてるかしらなんかそう20年後は多分、うん、うちで、うん、本を翻訳している仕事をしています、うん、していると思います。おー、はい。